始まりました、小波明チャンネル。さあ、今日はと言いつつ、さっきも動画撮っておりましたが、はい、まあ、前回に引き続きって感じですね。引き続き、じゃあ今日の主役、この子ですね。そう、この子だからやっぱり、ね、デフォルトのままだとまああれぐらい差があったっていうことで、うんうんうん、まあまあ気になる方は前回の動画をご覧になっていただいて、はい、はい、だ今回はまず弦を変えてみて、そう、ね、どれぐらい違いが出るかっていうことで検証していきたい。やっぱりこうちょっとアーセンとか本当に長弦も怖いぐらい細いから、これを変えて実際音がどれぐらい変わるのかちょっと検証してみたいと思います。うん、はい。ということで買ってきましたよ。自分の分も自分の買い物も含めてだけど、まあ多分だけど、そのなんだろう、自分はその高い弦っていうかな、うん、いわゆるタングステンの、うんうんうん、だからまあ重金属で値段が高い弦を張ってるんだけど、まず楽器屋さんで買ったらそのなんだろう、ハイグレードの弦じゃなくて、うん、標準の弦が多分ついてくると思うんだよね。だからまあ一般的な、まあ、今回選んだのはこれかな、スピルコア。そう、下がスピルコアのテレセントゲーセン。これクロームってやつ。これ普通のクローム、うん、だからまあまあよく貼ってある弦っていうイメージ。うんうん、そうね。で、うん、上が悩んだから両方買っちゃった。買ったね、あなたね、この子のために、まあ、予備にも使えるし。で、これが分かれるとこだよね。そうね、この、まあ、上2本がラーセンっていう、うん、黄色に黒巻いてあるやつ。はいはいはい。とヤーガー。ヤーガーね。そう、青色だっけ。ヤーガーのミディアムだから青だね、うん、でこれも、まあ、いろんな種類あるけど、もう本当に普通の標準のやつを買ってみました、うんうんうん、はい。どっちにする、上。これ分かれるとこだよね。いや、僕も昔師匠にやっぱり、うん、どういうセットがいいですかって聞いたら、ラーセンスピルコア、うん、あるいはヤーガースピルコア、多分どっちもおっしゃったけど、個人的にはラーセンスピルコアが好きだった。そのバリってなるのと張力が強くてやっぱり鳴ってくれる。そうだね。けどちょっとこの子は箱のキャパがあんまりないから、柔らかめなヤーガーの方がなるほどいいのかなってちょっと思った、うん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 、そうね。だからまあ自分のイメージだけど、自分すごいヤーガー派なのよ、うん、でヤーガーってなんだろう、言い方が良くないかもしれないけど、これと特徴がないのよ。もうドノーマルっていう意味、うんうんうん、だからすごく鳴るわけでもないし、すごく柔らかいわけでもないだけど、うん、全体的にバランスが良くて弾きやすいっていうイメージで、それが一番いいことです。そうだから普通ってすごい大事だと思う。ああ、もちろんもちろん。そうそう、うん、でそれよりも硬くなるけど出したい人、ラーセンっていうイメージ。まあ、人によって違うかもしれないけどね、どここら辺は、うんうんうん、じゃあ柔らかめ、まあ柔らかめ普通のヤーガーでいってみますか、はい、ヤーガースピロの組み合わせで選ばれたのはヤーガースピロでした。やっぱりちょっと予備で撮ってきますね、はい、で、あとコメントでも前いただいて、どういう弦使ってるかっていうのはデレレレンありましたよね。もうね、学生時代はこだわっていろいろやってたりしてた、うん、っていうのも、うん、やっぱり学生時代って僕たち試験もそうだし、ソロの曲を弾くことが多いじゃないですか。そうね、ソナタもコンチェルトも、うん、っていうのもあって、いろいろ試してこだわってたけど、最近はね、いろんな弦を試したいっていうのもあるし、こだわりがちょっとなくなってきて、そうそう、迷走中ですわ、ね、まだじゃあ確定してない。はい、多分ね、前回の動画見た方気づくと思うんですけど、うん、弦全部バラバラだし、うんうんうん、まあでもやっぱり僕もヤーガーは買ってる。ただちょっと僕はね、楽器がバリッとなるタイプ、レスポンスが良くてバリッとなるので、ちょっと柔らかい音も欲しいなと思って、このヤーガーのドルチェっていうのを買ってます。ドルチェ貼ってるんだ。いや、今貼ってない。あ、今貼ってない。今貼ってるのは多分ヤーガーのミディアムのアーセン、うんうんうん、で、デーセンは今貼ってるのバーサムだけど、予備で持ってるのは、ヤーガーのミディアム、うんうん、とラーセンのデーセンもあるかな。ほうほうほう、うん、各種取り取ってね。そう、もう持ってるのがバラバラでしょ、うんうん、で、アーセン、そうだね、普通のミディアムのアーセン、nope. あ、アーセンのラーセン。正ゲーは昔はね、タングステン使ってたけど、はいはい、まあ、アンテのスピードコア正ゲーと、で、今多分使ってるゲーセンはスピードコアかな、うん、で、正線がこのパーパチュアル、うんうん、これちょっと、ね、なんか珍しいの貼ってるなと思って。そうなのよ、ちょっと気に入って今貼ってみて、まあこれタングステンのやつですね。割と最近出た弦なのかな。それもタングステンなんだ、うん、それ使ったことないから、なんかね、面白い、白赤の巻きで、うんうんうん、まあ、しばらく使ってみてちょっと具合どうかなっていう感じですね、うんうんうん、自分の方はそのさっき言った
てかまあ、あれだよね。バラバラじゃん、お前もう。こうやって見るとバラバラなんですよ。でも ずっとこれかな、割と。まあ、最近、ね、あのベルサム来て入れ替わったけど、うん、基本はヤーガースピロだった。まあ、聖戦は、やっぱタングステンの方がいいかなっていう。細くて重いから、うん、レスポンスは良くて音量が出る、うんうんうん、ただし高い高い高いんよそうマジでそうなんだよね。でそのカスタムみたいな感じで、うん、ゲーセンはパーマネントソリスト、これもタングステンなんだけど、うん、そのスピロよりもこっちの方がゲーセンになったっていう。あー、比べた結果ね。そうそう、うん、で上2本もヤーガーヤーガーだったんだけど、ゲーセンはベルサムの方がなったっていう。これね、そうだ、これコウタロウに言われて買ったけど、うん、結構いい。そうベルサムさ、そのデーセンがすごくいいんだよね。なんかね、そう知らないですよ他の人分かんないですけど僕たちの個人的な見解として。え、ソロなんだ。ソロ買ってる。あ、だこれで両方一時期アーデーを両方ともベルサムにしたこともあったんだけど、うん、デーセンほどの感動がアーセンで得られなかった。なるほどね。そうそしたらまあやっぱり昔に戻った方がいいのかなって感じで、今ヤーガーで、まあスペリオールやってるんですけど全部いいの買ってるんだから。高いじゃんこれ。高いのよ。まあ高いんですけど、こうね、いつもお世話になってると黒沢バイオリンさんのこれ大丈夫だったらまあいいよね。まあまあね、我々ちょっとその格子割りとかもあるからね、本当にお世話になってるんですけど。 うん、お世話になってます。そう、まあ、買わせていただいてっていう感じで、まあ我々が使ってる弦のラインナップっていうのはこういった感じでなっております。はい、ということで、じゃあ、 まあ本命のね、ノーマルって感じですかね。まあ、ちょっとさっと弦を変えて編集していきましょう、はい、めっちゃ細いね、ほんと。まずこれも、あ、全然違うね、太さでしょ。うん、いや、これよ、これこれ、うん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 、あ、食い込んでるね、これやばいでしょ、多分細すぎて食い込んで余計な音が鳴ってるのもあると思うんだよね。多分これたまに通販で見るフルセットでさ1000円いかないぐらいのやつだと思うんだよね。いや、そのちょっと後で調べてみるけど、見つけたらちょっとそれ貼っときます。もうだってすでに響き違うもんね。ああ、うん、ビャーってなってないね。じゃあ聖戦、聖戦ね。まあだからやっぱり聖戦はまだこうちゃんと太さがあるから響きはいいよね。太さどんな持った感じ。やっぱでもこっちの方が太いよね。太いね、うん、でもまあスピロのクロムは太いからね。タングステンはすごい細いじゃない。そうか。はい、一つ問題発生です。今聖戦張り替えようと思ったんですが、このテールピースのここの弦をこう加えるところですね、この穴に対してスピロコアの聖戦が太すぎて入らない事案が発生しているので、こういうことはね、テールピースとあの弦の相性で起こりうることです。あんまり僕経験したことないですけど、ちょっとこれをうまくやるためにここを少し広げようと思います。この角度だったらいけそうな気がするんだよね。いった。さすがおかしいけどね。コウタロウ、霧とかん霧入らないそっち。まさかの可能性あるよこれ。そんなもんないよ。家帰ればドリルはあるけど。なんでこんな大変なの弦変えるのが。うん、まあ新しい弦だね。どっちする？冷戦。冷戦。うん、冷戦がだって、うん、アーセンより細いもん。ゲーセンは特に問題なく。うん、ゲーセンもそこそこ太いな。うん、ゲーセンとデーセンが同じぐらいの太さな気がする。全部でなんだね。はい、入らない。それもテールピースおしゃれなんだけどね。好みなカラーリングはしてるけど。メス。面白いわ。なかなかこんな弦交換苦労してるのってなかなか見ない。よし、来た来た来た。お、ナイスナイス。ゲーセンも？そこも？あ、いやでもゲーセンは抜けてる。うん、抜けてるけど。オッケー、ちょっと見かして。
あでもなんかもうピッチカートした時点でちょっとまともな音はしてる気がする。あ、うんうん、なあ聞ける音になったね、うん、軽い音はしてるけどジャミジャミ感なくなった。おお、定線で振動が来る、うん、さっき来なかったけど、あやっぱ弦の質って大事だね、うん、うんうん、案外倍音あるあ、うん、まあ聞ける音にはちょっとなったかな。特に DR の抜けとキャパが増えたで、ちょっとまだこう弦に松ヤニが乗ってないから聞きにくいけど、ちょっと先生弾いてみます、ね。まあ、張り替えただけでも変わったね。全然、まあ、でも気になるところだよね。そのまともな弦張ったらどうなるかってところだからね、うん、まあ、いわゆる楽器屋さんで買ったらセットされてる、うん、やっぱ太くなったからそれだけあれだね、ビャーっていうのがなくなってきたんですね。うん、さっきより全然耐久力上がってる。全然ただやっぱりこうボディがそもそも軽いからちょっと個人的にはエンドピン重くしたりしたいかな、うん、うんうん、あでもこれ系の音にはなるんだね。やっぱまともな弦張ってると、うん、あまあ聞け全然全然うんうん、まあ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 特徴はちょっとあるけどケアして弾けば、うん、さっきよりは全然弾きやすい。全然弾きやすい。あとやっぱ問題の歌詞はコマかな。コマ変えたらグッて変わりそうだね、うん、変わるだろうね、うん、で昆虫のセッティングもちょっとおいおい変えて、まあテールピースは最後でいいかなって思う、うんうん、まあでも弦でこれだけのね変化は出た、うん、あとはねやっぱりこう張り替えたばっかりの弦なので、うん、もう少しこうしばらく弾いて楽器に鳴らしていってどう変わるか、あと楽器自体の響きもねやっぱり弾いてないと変わらないから、うん、ある程度こう時間を経てどう変わっていくかちょっと楽しみだねこれは。そうだね、まあ、こうやって気になるものを少しずつね変えていって、うん、マイナーチェンジして最強のコスパ機械に仕上げたい。でももう弦だけで結構来てるけどね。多分あと2個ぐらいパーツ変えたら10万のが買える。うん。だいたいこういいなって思えるまでにいくらかかるかっていうのはね。そうだね。そう、まあ、少しずつうちらの予算も。俺だからゆくゆくは本当はネック削りたい。
弾きにくいからかなりいくねそれは。いくかとりあえずまあ、うん、ね、ちゃんとした弦を張ったらどうなるかっていう検証ができたところで、はいはい、じゃあ今日は、まあプロがよく使う弦のセットというか、まあ僕と幸太郎さんに限りますけどと、まあ、一般的な楽器屋さんで買った時についてくるであろう弦を張った状態でどうなるかという、うん、まあ、検証動画でした。はいはい、じゃあ、まあこの動画が面白いと思ったら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします、はい、でその他になんかこうね質問とかリクエストがあったら、うん、コメントもいただけたら嬉しいです。嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。Thank you.